はい、どうもこんばんは。藤本動画、藤本です。本日また藤本動画アップしていきたいと思います。ですね、ちょっと松葉杖をつきながらなんですけれども、本日はね、2024年の1月8日、ね、やっとね、ちょっと外に 出歩くことができるようになりましたので、今日はちょっとハードオフをね、何件かめくってきています。で、今日ね、来ていますのがこちらのお店、多分ね、2年ぶりぐらいに来るお店なんですけれども、千葉県の佐倉市にあります、ハードオフ佐倉王子大店というところね、あんまりもう記憶にも残ってないお店なんですけども、ちょっと来てみました。確かね、100万円を超えるね、超高額ライカが置いてあったお店ぐらいしか覚えてないんですけども、ちょっとなんかどんだけ変わってるか楽しみです。じゃあ行ってきます。階段がないか。はい、じゃあね、店内ね、入っていきたいと思います。はい、どうも。はい、カメラコーナーをね、ちょっと見ていきたいと思います。お、カメラコーナーあった。ね、じゃあこちらのコーナーね、リユース品のコーナーからちょっと撮っていきたいと思います。うん、コンパクトカメラね、いっぱいありますね。レイカ28万6000円。お、ニコンの F5 か、 F5 が4万4000円であります。あと、なんだこれ、ムーミヤの初めて見るカメラ。はい、ムーミヤの645とかありますね。はい、アレックスとかってのかな。なんか中盤がね、かっこいいのがいっぱいありますね。 ね、ボロニカとか、ボロニカとか。F4 があるね。F4S。あとこれはなんだろうね。はい、初めて見るかな。結構いっぱい。あ、F5 がまたあった。F5 がありますね。で、F3 がモータードライブ付き。ね、下の方はレンズか。レンズがこんな感じですね。ガラスケース、ガラスケースも大きい。もう1個があるな。19,800円。はい、あとこちらにもね、もう1個ガラスケースありますね。ニコンがいっぱいあるな。めちゃめちゃニコンがいっぱいある。上の方から、よその7D とか 5D とかありますね。 D70 6600円、レンズ付け6600円、安いよね。はい、D300 3100か、27500円。はい、ペンタックスの KD ダブルレンズ機とか。お、 70S だね。はい、なんかレンズ付けだったら買ってもらおうかと思います。ん？よいしょ。コンパクトフラッシュ、コンパクトフラッシュいくつだろう。お、はい、
ね。で850かけますね。で700。奥の方ズームしようか。ペンタックスのこれは主板用のレンズか4400円、テレプラス、ね、健康のテレプラス2倍のテレプラスの4400円、中盤のやつはね健康のテレプラスって書いてある、この辺でも全部有数品なんだ、有数品です ねアングルファインダーとか、はいね、これはなんて小型かな1000円、これが1000円、レプラスですね、はい、ね、これがで、トロボが2本のトロボ欲しいんだよな、はいはい、ね、2000円、1550円か、ね、全部優先品ですね、これね、で下の方とかね、これジンバルか、ブラシレスジンバルか、ね、こんな感じ、またそこね、でよいしょ、だからね、うん、いいね、フィルターとかこんな感じで、ちょっと前まで、うん、いいね、マウントアダプターがいっぱいありますね、はいはいはい、ルーペとかもある、あれだったりとか、アディションの三脚ですね、あとはフィルムスキャナーとか、フィルムスキャナーいくらなのか、ちょっと値段が見えないですけど、うん、こんな感じで、このフォーカシングスクリーンは何用のやつなんだろうね、ミノルタのフォーカシングスクリーンがありません、アルファ8700とか7700用のフォーカシングスクリーンか、はい、あとはこの辺にもレンズがちょこっとあったりとか、うん、あとはニコンのこういったバッグとか上の方の、じゃあちょっと奥の方のジャンクコーナーの方ね行ってみようかと思います、よいしょよいしょ、はい、ね、ジャンクコーナーですね。